はい、どうも皆さん、じゃあレースクイーン、大体レーサーに乗り回されてる、よろしくお願いします。これはうまいこと言った、久しぶりに。なるほどね、久しぶりにうまいこと言った。たら、勘違いすんね、男ども。お前らはやってるんじゃない、やられてる。これで勘違いすんな。冷静に考えて、女の方がやってんねんから、カズ。ああ、そういうことね。そう、カズ負けてるやつ、じゃあやられてる方ですよ。どうしても男性が言う、ねえ、やってたらもうええか。ということで、はい、今日なんですけど、大人気企画、港区女子に説教してみたー。これやりたいと思います。ということで、今日は私服でこんな感じのコーディネートしてます。かわいいでしょ。なんですけど、例のことですね、僕今日は2万5000円しか持ってきないです。まず設定で言うと、とあるアプリで、パパ活アプリみたいなことですかね。で、連絡取りました。そこから LINE させていただきました。1号で、ユキさんやったかなっていうことを今から会うっていう、これはガチでこれここまで行きましたと。プラス1万円しか持ってないんですよ。食事はだいたい1万円ぐらいで抑えるから、現実的に足りひんから、1万5000円、ギャラは払うで、ご飯1時間1万5000円。それ、プラス自分の食事代はお互い割り勘じゃないと、っていうところで、いつものように、まあ、説教入れながら、最後割り勘にして、切れさせて終わろうかなと。どっちのスイッチで行こうかなって迷ってます。ガチな方で行くのか、ラファエルで行って、鉄球はちょっと入れたいから。まあそうだね、そういうのが企画ですからね。うん、ちょっとそれ回ってるんですけど、まあこの曲はやっぱ需要がありますから。でも今回はね、これもシリーズ3本目、4本目ですけど、港区女子はいいんです、大好きで、そういうことやってることは自由、お金持ってやってること自由といいんですけど、僕なりでちょっとね、考え方があるんで、これはちょっと真面目に皆さんメッセージをして聞いてほしいっていう動画ができればなと思います。ちなみに今日なんですけど、はい、マンシーズさん来たんですけど、グランドオープンまたするみたいな感じで、確かに改装してるっすね。そう、めちゃくちゃ良くなって、でマンシーズさんだけ動画概要載してるんで、思ってたらここしかないでしょ。朝までやってんの、こんな綺麗な個室も朝まで使って2万5000、3万で借りれんねんから。綺麗になりましたね。最高のカラオケ個室、マンシーズ、これ。え？あ？最高のカラオケ個室。あ、カラオケ個室ね。うん。なんでよかったら皆さん来てくださいということで、ね。はい、ということでちょっと行っていきたいと思います。すでに今30分待たしてます。あ、そう。これガチです。すいません、行ってきます。はじめまして。あ、ミキさん。あ、はい。ミキさんですか。あ、写真、写真いただいてた方ですね。この写真ですね、これですね。あ、そう、これミキさんですね。あ、ユーライクか。ユーライクやっぱいいっすね。そうです、いいっすよね、漏れるんで、やっぱ、うん、すいません、よろしくお願いします。あ、お願いします。なんかもう頼みました。あ、頼んでないです。とりあえず飲み物だけ頼みます。はい。あ、すいません、ウーロン茶とアイスティー。スイートスイーあります。はい。あ、アイスティー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 です。あ、じゃあか、スイートスイーでアイスティー作ってください。いや、冗談ですよ。はい、すいません。はい、すいません。いつも酒飲んでるから、ごめんなさい。全然気にしないでください。めちゃくちゃ、でもあれですね、やっぱ、可愛いですね。あ、ありがとうございます。こんな、やっぱ僕なんか、2回目増しぐらいなんですよ、こういうの使わせていただくの。その結構もう、ベテランですか。いや、そんなに。え、何歳ですか今。まあ、21です。えっ、ー、浮気じゃないですか。え、マジっすか。ラファエルってのは分かります。どういうの。分かってます。あ、恐縮です。動画って見たことってやっぱあるんですか。ちょこちょこ。あ、21、どんな動画普段見るんですか。 TikTok だった。あ、お前 TikTok 派。うわ、敵やん。 TikTok 敵やん。あれ、お仕事はもうじゃああれですか、もうこのアプリで。そうですね。こういう、なんていうんですかね、総称っていうか。港区女子。あ、港区女子はちょっといい感じですもんね。その、パパ活女子っすね、言い方がなんかね。そうなんですかね。でもやっぱもうあれ、前回僕もあのご飯させていただいて、あの、はい、同じサイトで知り合った方がいて、前回の方はきれかったんですけど、で、その、あ、じゃあすいません、すいません。これって食事で今回僕お約束していただいたじゃないですか。で、まあその金額じゃないですか。こっからこの後じゃあみたいになった時ってどういう交渉になるんですか。いくらとかっていうことですね。そうですね。どのぐらいなんですか、ホテルってなってから。5とかですかね。5万っすか。あ、結構高いっすね、それで言うと。あ、てかごめんなさいね、僕あの普段人に顔見しないんで、すいません、失礼で、申し訳ないです。 5から2ぐらいは持ってました、僕。相場で2ぐらいはないと思います。あ、じゃあ相場じゃなくて、そのお前のっていうか、そのあ、ミキさんのそのランクでっていう意味です。あ、相場はどのぐらいかはだいたい分かってるんですけど、それぞれのランクあるじゃないですか、やっぱり。あ、そういう、なんか失礼なこと言ったらすいません、ごめんなさいね。あ、食べてください、じゃあ。あ、いただきます。はい。あ、僕大丈夫です。僕じゃあパスタだけいただきます。あ、はい、全然食べてください。ウェイ。あ、すいません、あ、ごめんなさい、そんな雰囲気かなと思って。あ、ごめんなさい。結構おとなしいんですね。あ、おとなしい。ごめんなさい、違います。
そういう雰囲気かなと、ごめんなさい。めっちゃおとなしいですね。あ、ほんと趣味とか何なんですか、パパ以外で。映画見ることとかです。最近何見ました？最近イカゲーム見ました。あー、ネットフリックスの、はい、声橋本環奈っすよね、マジで。ほんとですか？はい、見てます。ごめん嘘ごめん嘘似てないですか？そんな方ありますか？ごめんなさい、ごめんなさい。あ、すいません、あ、すいません。誰に似てるって思います？芸能人。ジタニコルさんとか。わー、全然こっちの方が可愛いよ。あ、本当ですか？ごめん、嘘そんな方ありますね。あ、すいません、ごめんなさい。あー、なるほどね。何やってるんですか？あ、この食品サンプルのまでです。あ、食品サンプルこんなんで止まってるじゃないですか。確かに。それまでしてるからね、ずっと。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、僕引き笑いです、すいません。いや、ごめんなさい、こんなにあれか、お腹すいの形上ね、ちょっとなんかその、花がないから、せめてテーブルには花があった方がいいから、色をちょっと足しました、今椅子のとこか。それって、どのぐらい時間なんですか？2時間ぐらいですかね。え、2時間、もうどんだけしてもいいんですか？果てたらもう終わりっていうことじゃなくて、もう1回ですかね。え、結構大阪でもローカル地方にあるぐらい厳しいですね、それ。え、もっとやってました、もしかして。いや、やってないです。あ、絶対ないですね。立てたもん、負けっすね、それ、もう。そうですね。あ、ごめん、ごめん、ごめん。何歳からやってますか？二十歳からなんで、1年くらい。1年なんですね。ご飯だけで終わること多いでしょう？多いですね。なんていうか分かる？え、なんでですか？いや、それも分かんないですよ。何でもかんでも全部教えちゃうと本人のためにならないんで、こっちは答え持ってるで、持ってるで、持ってんねんけど、パッて投げるんですよ、簡単。それやっちゃうとなんかその人のためになれへんというか、持ってん、持ってないで。そもそもまずも、なんでパパ活やり始めたんですか？楽に稼げるのかなみたいなっていう精神性じゃないですか、それで来てるんで。何歳までやりたいですか？目標とかあります？できるところまで。25とか6過ぎたらきつないっすか？どうなんですかね、って俺が聞いてんねんけど。全然食べないですね。僕もちょっとまあダイエット中であれなんで。あ、全然全然。そうですね。あ、小食なんですね。そうですね。へえ、かわいい。よく言われます。あ、かわいい。ここは声もかわいいし、全部かわいいな。くそ、全部かわいいな。どんな人がタイプなんですか？よく笑う人ですね。そういうことをなんか言うタイプっていう人、性格いいイメージです。あ、本当ですか？はい。彼氏さんできたらどんなことをやってあげるというか、なんか得意技というか。あの、尽くしちゃうタイプかもしれない。めっちゃいいじゃないですか。マジですか？笑顔の素敵な人が好き。尽くしちゃうタイプ。お料理とかもできるんですか？できます、ね。このクオリティで、顔の若くて、料理できて、尽くして、スタイルもいいでしょ？何カップぐらいなんですか？見たものですね。F ぐらいですか？すごいな。それ全部完璧じゃないですか。パパ活なんかする人あります？逆に。パパ活やっぱり、の方がなんか。あ、そうなんや。こんな完璧な人見たことないって今まで言ったのはちょっと嘘です。ごめんなさい。ちょっといいか喜ばしてみようかなって。ごめんなさい。すいません。嘘です。5分前ぐらいから全部嘘です。ごめんなさい。料理できへんかったら逆にやばいですよね。もうその、こっちっすよね。両手なかったらできないとかっていうことわかりますけど。料理誰でもできると、よく笑う人が好きって、よく笑う人バカだと思うんですよ、僕。本当に。申し訳ないですけど。尽くすっていうか、そのメンヘラ気質があるんですよね。なんか言い方がちょっと怖かったですもんね。ちょっと手首見してもらっていいですか、手首。あ、綺麗な手首。胸は A カップぐらいですか？いや、A は。B ぐらい。なんか魅力欲しいですよね、でもね。頑張りたいですね。そう。得意なことってあるんですか、それ以外に。なんか歌とかですかね。あ、そのやってたんですか、ボイトレみたいな。昔、通ってました。すごいな、歌趣味っすか。ちょっとそれなんか聞きたいっすね、今のところ。いいとこないんで、なんか歌だけではうまくあってほしいっすね。どういうの歌います？どういうの歌える鎖国の天使の。めっちゃ好き。歌っていいですか？はい。じゃあ歌いますね。はい。じゃーん。あ、ちょっと電話かけて、静かにして。もしもし、はい。あ、僕じゃないです、それ。すいません、間違ってます、すいません。大丈夫です。あ、大丈夫です。あ、歌も大丈夫です、すいません、ごめんなさい。どうなんですか、ぶっちゃけ社長を転がす技とか、こういう風に転がしてますみたいなぶっちゃけ話も聞きたいんですけど、これ言ったら落ちますみたいなあるんですか？まあ、なんかボディタッチとか。やっぱそれを定番にやるとやっぱ喜ぶんですか？喜ぶ。
愛人は作りたいんですか？別に。そこはまた違うんや。縛られるのが嫌ってことですか？そうですね。あ、で単品やったらあり？単品だったら。俯瞰的に見てほしいんですけど、はい、仮に将来自分に娘ができて、うん、娘がパパ活したらどう思います？将来このここの港区か東京都内おそらく住むじゃないですか。こういうお仕事されてる方ってやっぱりどうしてもお金に縛られる人生なんで、そういうヒエラルキーの中の幸福度度数がどうこうっていうのをどうしてもやっぱお金とブランドもんとその生き方ステータスで決めちゃいがちの思考になるんですよ多分。だからそのインスタグラムをパカツやってるやんお前みたいな、インスタグラムの人たちっていうのは結構お金とかに縛られてて、そういうのじゃないと気持ちよくなれない人たちだと思うんですよ、ああいう人っていうのは。ただやっぱ自分はそれで成り上がってるのに自分の娘がそうやったらっていう究極の質問をしたら、それは嫌って言うんですよ。だからそれが良くないっていう理解はしてるんですよ、あいつらもアホなりに。でももうそこから抜け出せない。覚醒だって一緒で、ダイエット中の食べ物でそうやったらあかんって分かってるのにやってしまうっていう最悪なルーティンに入っちゃってるのが港区女子なんですよ。これが楽しいんやったらいいんですよ。やっってることは人に知られたくない嫌なことって分かってる上でやるから、今後東京都内に住んでいくってなったわけでもいろんな方でコンクするじゃないですか。まあ今までもいっぱいやってると思うんですけど、いろんな方とやってこの狭い東京都内の中で最終的に誰かと結婚する、その人はもちろんそれ言わないですよね、過去のこととは。だけど嘘ついて結婚するじゃないですか。いろんな人とやりまくってるその村に住むのって嫌じゃないですか。なんかそこまで考えたことあります？ないですね。 SNS もしやっってしまうんであれば、この人はそうだっていうのを1回で5万10万払う人ってお金持ちしか無理だと思うんで、そのクラスがほぼ全員がやってない人、関わってない人にもバラされてる状態とか、そういう状況って想像したらちょっときつくないですか、このまま続けたら。いろんな人と関係持つのはいいと思うんですよ。お金もらってやってるっていうのは知られたくないわけで、それをずーっと繰り返して次の金持ち引っ掛けて、まあそこで気持ちが変わったにしても、そんだけやってたのは自分しか知らないことじゃなくてみんなも知っちゃってるっていう。で、そっからさらにインスタ続けて、子供は旦那さんとか乗して、生活も乗してってやってるアホなやつめっちゃおるんですよ。でも、やりまくってる過去があると結構痛くないですか？幼稚園とか行った時に何人かは関係持った、もしくは情報だけ知ってるって人と絶対会うんで、あ、何々さんのお母さんみたいな。インスタが離れば離れるほど余計、例えばね、ってなったらその人の子供とうちの子供をやっぱ遊ばしたくないってベタに思うかもしれないじゃないですか。そういうのを考えたことないですか？ないです。例えば質問の仕方で AV とかで出れます？ AV はちょっと、まあその思考じゃないですか。それで言うと自分は皆さんの前でそのするのを映像化されて、ま、巻かれるの嫌じゃないですか。まあそれとほぼ同じ状況なのがパパ活です。今の説明で言うと、だって今まで何人ぐらい正直この1年で関係持ちました？お金でっていうか1年間だったので50人くらいですかね。50人ってことは少なくてもその2倍3倍には面がバレてるんで、この狭い港区内だけで。だからもう住めないですよね港区に。人はめっちゃおるからよっぽど会うことないんですよ。ただ多分お金持ちと結婚するから結局ヒエラルキーのそこの層に位置づけるんで、その層の中の50人ともやっちゃってるっていう話です。でもなんかそうやって考えたらゾッとしません？やっぱりそうですね。結構きつくないですかやってる行動？ちょっともう1時間ぐらい経っちゃってる。あ、1時間経ちました。うわ、飯食って。1時間経ちました。ほんまや、くそー取ったか。ちょっと今呼んでるんで、あ、行きます。楽しかった。でもよかったっす、今日は。お願いします。あ、すいません、ありがとうございます。すいません、ごめんなさい、いつも。すいません、ありがとうございます。あとじゃあシャル持ってきます。すいません、すいません、残しちゃって。え、とんでもないです。こいつが、すいません。13,530です。電卓あります？1万3,530って言ってるんですか？13,530って言ってるんですか？13,530って言ってたんですか？バレにですか？あ、パッと行ってないです。6,765円。これ食ってへんからな、俺。まあでも俺、払います。あ、ありがとうございます。端数、俺行きます。端数、はい、6,700円だけください。僕、65円の端数プラスオンでいきます。で、だから多数65円してください。多数65円。だから6,830円を行くんで、で、6,700円っ
ていいですか。ちょっと端数だけちゃんと。いいっす、いいっす。まあ一応ここは行きます。男なんで。まあ、全然俺しぶりも正直食ってないんであれですけど、まあでもお茶が俺の方が量ちょっと比べていいですか。お茶は量俺の方が飲んでるもんな、ね、やっぱちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってください、ね、量俺の方が飲んでる。そこは初でいきます。6700円だけちょっと待っていいですか。これにですか。あ、ごめんなさい、どういうんですか。あ、これにほんまに僕ごめんなさい、純粋にあのルールわからなくて、あ、エビデンス残ってるんですけど、やりとりであのあアプリの、あ、はい、で、あ、そうか、LINE か、その後 LINE しましたね。食事で1号ですよね。はい。という話ですね。はい。食事することに1万5000円って意味ですよね。あ、そうですね。1時間。そうですね。その食事でのご飯代は、そのまま。マジっすか、そういうルールなんですね。あ、逆にすいません。あ、そうなんすか。いや、1万5000円から払うんかなと思ってた。6700円から8300円ぐらいの利益ってことじゃないんすか。売り上げが1万5000円で、今日あなたの、はい、ちょっともう名前忘れたけど1万5000円で6700円引いてってことじゃん。で、利益でしょ。いや、売り上げそのまま利益になるんすか。あ、やべ、YouTuber みたいですね。すげえ、今日儲かるっすね。じゃあそうなります。え、でもこんなないぞ。そうなるとちょっと待って、そうなるとそんなないぞ。え、ちょっと待って、ガチ頼ってます。まあ、あのあります ないですか。いや、あるんですけど、とりあえず1万5000円はこれは約束のやつですよね。これ一旦置くんですけど、あ、ちょっと触るの待ってください。ちょっとすいません、僕は食事代で払うんで別にお金もちろん持ってますと。だから6700円こっからいただかないと、僕はあと1万しかないんで、これもう6830円僕行くんで、残りが3000円ぐらいになるじゃないですか。タクシー代とか電車代みたいなことなんで、あ、今の時点でも足りないの確定ですもんね。無理っすよね。でも発活アプリでこうやって会ってるんで、うん、そういうのはなんか違うかなっていう常識なんで。常識って言われても、まあ僕もそういうふうに思ってたんで、最初からすごい失礼なことばっかりおっしゃってましたし。そんなことないですけどね。なんかちょっと動画とかも見たことあるんですけど、そのまま失礼な方なんだなってちょっと思いました。女の子にそうやって言うのはどうかなって、うん、ちょっとありえないなって正直思っちゃいます。どう思われてる人、その足りないんで一旦割り勘しません。だからどっちでしょう、一旦ここ出ないと割り勘なんで。あ、じゃあいいっす、5000円でいいっす。じゃ あで、これ払います。だから今日は利益1万ってことで持ってください。あ、はい、それでいいっす。いや、でもそれでもちょっと特の常識とはちょっと外れてます。やっての常識と違うと。部活アプリ使ってるんで、はい、そこら辺ちょっとちゃんと勉強してもらった方が。申し訳ない、すいません。勉強します、すいません。勉強します、じゃあ。すいません。はい、これは、まあ、ちょっと嘘と思われたらなんで。はい。だからもう5000円でいいっすから。はい。一旦ですね。じゃあ一旦そのまあ、LINE も交換させていただいてるんで、またそれは、はい。これを、じゃあ取ってください。はい。じゃあもう、これ払ってきます。払います。もう帰るんですね。お疲れ様です。また LINE します。今回はもうちょっと半分俺もコント入ってて、はいはい、もう最初からラファエル のモードでいった、うん、あ、かわいくないやみたいな、はいはいはい、俺もちょっと半分飛んでたけど、かわいくないまでいったんですか。そんな感じのもう失礼モードで行って、はいはいはい、最後割り勘の時は怒ってたな。ずっと無視されたの最後。割り勘とかは別に怒ることじゃないですもんね。あれおかしいからなお前ら、ね、おいこれだけ言っとくぞ。いやあれおかしいからな、割り勘で怒るの絶対おかしいで。最初からディスったらちょっと怒るかもしれないですね。それで怒ったのかな、うん、最後だってマジガチ無視されたから、まあ、映像見たら分かると思うけど。いや、それ分かってるで、常識。男が払うもん、年下でも何でもそうやってますよ、普段から、まあ
それを当たり前と思うなよお前ら。今回は後半ガチ気味でセキュリだから、お前らよく考えろよっていう、心に絶対刺さる、絶対この動画見て嫌な気分にさせるぐらいセキュリしたから。ただこんな言い方する誰やねんやけど、誰が言ってんねんやけど、皆さんのこと思うってのことですから。あ、だからそういう世直し的な感じ、そういうふうに心を思ってくださいね、はい、あのなんか嫌がらせじゃないですからね、はいはい、僕に対して不快に思うのは結構ですよ。僕はそういうつもりで言ってないっていう、皆さんのこと好きですから。なるほど、ね、やっぱり港区の人で生きていまして、ババカにしてたりするからね